どうも、現役書店芸人の鴨志田セブンです。ということで今回の企画は編集者さんに聞いてみよう、こちらね、第2弾でございます。ということで今回も素敵な編集者の方に来ていただいております。すいません、自己紹介お願いします。はい、講談社モーニング編集部の高橋と申します。よろしくお願いします。あー、すごーモーニングの人来てる。まずどういう風に使われてるか、まず編集さんってどんなお仕事をされてるかっていうのを、はいはい、僕ら全くやっぱ分からないんですよ。やっぱそれぞれ作る本によっても多分違うと思うので、はい、漫画の編集さんってまずどういったお仕事されてるのかなっていうところから。はい、作品ごとにやっぱ結構違うんで、立ち上げた作品を、紐解いていくような感じでもいいですか。もちろんもちろん、石黒先生の場合はなんですけど、もう確実にその石黒先生ってもう皆さんもご存知のとおり漫画が超絶上手で、うん、そうですね、もう読んだら間違いなく面白い方なので、うん、正直さ、編集者としての仕事ってほぼないんですね。はい、もうほぼ集める、原稿を集める仕事だけ。もうこっちからこうガッと大きく手を加えたりみたいな作業はそこまでなくて。いや、ないです。もう本当に石黒先生のネームって毎回毎回すごい見るのが面白かったので、うん、いや、もう本当執筆依頼が全てですね。執筆依頼の時に、天国大魔城の構想みたいなのを、うん、して、それをこう書いてくださいっていうだけで、この簡単な本当に簡単な、ね、編集っていうのがすごい仕事だってこう印象めっちゃありますよ。いや、これってかです、ね、っていうことはやっぱり人それぞれってことなんですね。これは、はい、作品、作家さんそれぞれの仕事もまた違うんですね。いや、もう本当にその石黒先生の場合は、うん、そうでした。泉美津先生も、はい、図書館の大魔術師というのがもう既にありまして、はい、構想がありまして、はい、でそれを、聞かせていただいて、うん、あのこれはあの絶対大丈夫なので、うん、見て書いてくださいと、こういうところで粘り強くお話ししていくっていうところの作業だけだったんですね。だからこの2つに関してはほぼおしゃべりおじさん、おしゃべりおじさん。今ちょっと気になったのが、ちょっと落ち着くお願いしていくっていうことは、その構想自体はだいぶ前にあったけども、書き始めまでは結構期間があったってことですか。そうですね、期間がありました。その最初読み切りをやっていただいて、はい、読み切りをやっていただいてから結構かかったと思うんですけど、やっぱ人気のある作家さんと、うん、皆さんがこの列を出して待っていく、うんうん、まあ、ポイントを取りながら、うん、まあ、話していって、うん、まあ、こう作品の話をするのはお互い楽しいので、はい、ほぼ雑談にしたいですけど、そういう、こう作品の話をしながら意識が来るのを待つという。では今一応2つお聞きしましたけど、残り2つに書いていただけないでしょうか。残り2つというのは結構、やっぱ編集者、僕が考える編集者の仕事に近いというか、うんうん、まず桑原拓先生の場合は前作が特化部という作品があって、はい、全4巻で、終わったというタイミングで僕が担当を引き継ぎまして、はい、で、もともと別の企画をやってらっしゃったんですね、うんうんうん、で僕と話して、最初に話してもらった時に、うん、風景ドラゴンのイメージボードみたいなものを書いてくださって、うんうん、でそれを見て、僕がこのイメージボードの作品を書きましょう、はい、で聞いては前にやっていた作品を全部なしにしましょう。で元々桑原さんも詰まっていたので、はい、じゃあそれやってみますっていうことでやり始めたら、うん、いろんなイメージが膨らんで、うん、2人で取材をしたりとか、うん、一緒に膨らまっていって、当時やっぱりグルメ漫画みたいなものがすごく流行っていたので、うんうん、で桑原先生はかなり料理をされる方だったので、じゃあ料理予想も入れたいですよね、うん、とかっていう話をしながら企画を2人練り込んでいくと、それがやっぱ1年、出会ってから1年ぐらいはありましたね。うん、これはもう練習の仕事っぽい方法と。出会ってから1年、その1年後に第1話が出るっていうイメージですかね。そうです、出るのは1年半後です、うんうんうん、1話が大体確定したのが1年後。なるほど、やっぱ決まるまでそんなにかかるパターンって全然あるんですね。ありますね、だから企画がその、前にお話しした泉先生や石黒先生っていうのも出てきたら大丈夫なので、うん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 、出てくるまでに、もう1年以上かかるというパターンがありましたけど、はい、桑原先生の場合はこう企画ができて、ネームが固まるまでに1年かかったんですね、うん、取り掛かりは早かったという感じじゃないかなとは思いますね。で浜田光介先生は当時、集英社の週刊少年ジャンプで、うん、パジャマの彼女というのを連載
で、はい、それが終わったタイミングで、いろいろ自分の自身のキャリアみたいなことを考えたときに、月刊誌アカデミーレモンっていうところでお話をさせていただいて、で、スポーツを取り組みたい、スポーツなどを取り組みたいということで、美少女ものにしましょうよっていう最初の段階かな、うんうんうん、スポーツっていうのは決まっていて、バドミントンっていうのは決まっていたんですけど、はいはいはい、そこ以降はかなり相談しながら、それがやっぱりこの企画、うん、いや、企画からこう一緒に組んでいく、うんうん、でもう一個やっぱりまた遡るんですけど、はい、メディアマップでコミックライブ時代に手がけたのと、はい、ノンビューイっていうのとクラブっていうのがあるんですけど、どちらも僕が立ち上げたの。ちょっとどんどんいやいや、もうやっぱもう一台ですか、両方とも。もうすごい盛り上がりしてたじゃないですか。そうそう、バドミントンとディープな。そうそう、で当時やっぱりコミカライズみたいなの結構やってたんですけど、オリジナルで立ち上げだとやっぱ一番アニメで成功したのはノンノンビオリかなって気がしてて、びっくりです。はい、でノンノンビオリは本当にそのさっきのまた新しいその仕事の仕方、さっきの話したことは違っていて、バット先生が、はい、当時その20代前半だったと思うんですけど、投稿してくれたんですよ、投稿作、いわゆる投稿作を、うんうん、僕が、4コマ作品だったんですけど、はい、それを見て、賞を取ったか取らないかぐらいのこの微妙なラインのところだったんですけど、はい、才能があるなと思ったので、うんうん、僕が連絡を取って、はい、一緒にやらないかと、はいはいはい、でほぼ彼は漫画を描いたことがなかったので、ノンノン病理者以前は描いたことがなかったので2人で試行錯誤しながら、はい、もう一生懸命書いてもらってっていうのをやって、はい、じゃあできる範囲でやっていこうよっていうところで、ノンノン病理っていうのを、読み切りがあるんです、前に、はい、ことこっていう読み切りがあって、はい、それができたときに、うん、これ連載になるから、うん、これ連載にしようぜって言って、うん、ノンノン病理最初の読み、まあ、ノンノン病理知ってる方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、もう超有名作品です。ここに翔平がこう始まるってですね、4人いるんですよ、はい、そうです。で4人いて、見てたで、レンちゃんみたいな顔の髪色が銀色だったんですよ、うん、で、いや銀色の子なんていなくないとかって言ってて、うん、僕が、うんうん、変えようよとかっていうちゃちゃを言ったりとか、はい、色変わらなかったんですけど、はい、あと、そうですね、あとキャラクター、主人公が最初違っていて、夏美が主人公だったんです、はいはいはい、確か夏美が主人公だったと思うんですけど、でそれを、これだと視点の担保というか、読者がもう見て、うん、分かんないから引っ越しする、ユリの子にしようよって言って、ユリ設定もなんか僕がユリにしたらいいんじゃないかっていう気がしますけれど、かなりそういう話もやっぱ編集さんとこう打ち合わせの上で出てくるものだったりするんですね。これをよりものにしようっていう。よりなんか、ね、雑談の中で、はい、その東京から引っ越して輪に入れないから、うん、輪に入るって難しいじゃないですか。子供がそのクラスメートの中に入るのが難しいんですよねっていうところ でみんなの作品ではそれぞれに仲良くしようよみたいな話じゃないんですよ、はい、みんな好き勝手にやってるんで。そうですね、まあ、同じ学校で年齢もう過疎化してるからその年齢の違う子がいるっていう設定ですもんね、はい、でその中でだったら愛情とか友情みたいなものを持った方が仲良くなれるよねっていうのは、うんうん、この人のことが好きだから仲良くなりたいっていうモチベーションを持たせた方が良くなるよねっていうところで理性ってあるんじゃないっていう話をして、でそしたらあそれやってみますってことで、パッと君がですねやってくれたんですね。2巻目ちょっと泣きエピソードで、レンチョンと友達ができて、レンチョンが夏休みが終わった時にその友達が田舎に都会に帰っちゃって、うん、レンチョンが悲しくて泣くみたいなエピソードがあったんですけど、それのベースになっているようなそのいとこのところに、うん、夏休みで遊びに行くっていう日だったんですよ、はいはい、いとこのところに行くところっていうことでとことこになってるんですけど、はいはいはい、それを見たときに田舎都会の子が田舎に行くっていうのは、うん、エンターテインメントの現実よねっていう、そのすごい都会のほらビルとかいっぱい駅があるから、はいはいはい、田舎に行くのって、はい、その差もあるわけですよ、ね、いや、そうですね、使ってもらいましたけど、うんうん、1時間に1本しかバーになって、はい、通勤を伸ばすとずっと待たないといけなくて、はい、死の方が早いみたいな、うんうん、とかも、もう完全にその、アクトブ先生がその元々自分の田舎に行った時に感じることを書いてるんですけど、一つはエンターテインメントになるよねっ